衆議院議員の木内実です。自由民主党の総裁選が終わりました。残念ながら私が選挙対策本部事務総長として応援しておりました高市早苗候補総裁になることができませんでした。この力不足につきまして心からお詫び申し上げたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。しかしながら選対本部の若手の国会議員、本当に見えないところで汗をかき頑張ってくださいました。我々はこの候補を応援すると選挙に有利だとかポストが回ってくるとかお金がもらえる、そういうような方々は一人もいなかったと。とにかく高市早苗候補を通じて我々の国家観、歴史観、そして積極財政という政策を実現していただくために同志が集って派閥を超えて、無派閥であり世襲議員ではない高市早苗候補を応援したわけでございます。敗因を分析いたしますと、やはり何といっても地方の党員票が足らなかったことであります。これは高市早苗候補、そして我々が十分反省しなければならない点だと思います。地上波も、まあ、報道の仕方が若干いかがなものかという点もございましたが、それにしてもちゃんとしっかりメディア対策もしなければならない、党員票獲得のためにお一人お一人の党員の方々に政策の中身だけではなく勇気や覚悟が伝わらなければならないというふうに思っております。その点はしっかり次につなげていきたいと思います。さて、自民党の総裁選は大変重要であります。なぜならば日本国の総理大臣首相を決める選挙であるからであります。応援してくださった皆様にはぜひですね、自民党に入党していただきたい。そしてできれば私木内実の紹介で、自民党への入党をお願いしたいというふうに思っております。静岡県でなくても日本全国あるいは外国に住んでいらっしゃる方でも入党できます。ただし18歳以上で日本国籍をお持ちになってくださっていること、そして他の政党の党員ではないことであります。入党は概要欄に記載の入党フォーム、もしくは公式ホームページを通じて入党をしていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。しっかり総括反省して次につながるようにしっかり頑張ってまいります。